次はここに行くようですね。じゃあ次向かいます。杏仁ドリンク、杏仁ドリンクっていうのはあの杏仁豆腐なら知ってんだけど、何飲むヨーグルト的な、あの時通った路地だから合う合う合うって何合う。やべえ、緊急事態じゃん。急に頭を押さえてうずくまるとかさ、何が起こった。うわ、やばいやばいやばい、変なの来た大丈夫か、出ちゃうよーって怖いよー、いい壁してんな怖い、変なおじさん来た。あ、何これ、戦闘になんの。これね、戦闘になるとね、これ悠長に写真撮るから、これ全然食らってねえんだけど、これ1しか食らってないんだけど小賢しいなぁ、弱いねぇ。その程度でよく喧嘩売れたね。これ10秒で600ポイント回復するまでもねえよ、マジで雑魚かなんかすごい一生懸命攻撃してんだけど、これあれじゃね、全体攻撃のさ、初期モッドキリトで一発じゃん。ほら一発だ雑魚、よくそんなんで生きってるなめっちゃ生きってんじゃん。頭痛いんですか、やばいね。なんか薬物乱用じゃね、頭痛い、わかんない、薬物やったらどんな感じになるか知らんけどさ、頭溶けてんじゃね。さっきの柄の悪い連中になんか飲まされたんじゃね。友達なんだからタダでいいよ。あのね、会ったばっかの人にね、急に友達認定する人はね、ちょっとね、俺あんまり信用してないんですよね。会った日にね、会った日とかね、次の日とかね、その次の日にね、友達だよとかね、そのレッテル貼りしてくるやつは俺警戒しちゃう。ちょっとわざわざ言わなくていいじゃんみたいな、そのさ、友達ってなんか気づいたらなってるみたいな感じするじゃん。あー、スティラさん、もうスティラさん俺推しなんすよ。もうスティラさん大好きなんすよ。深入りするなって言われてるね。どうしちゃったのスティラさん。スティラさんってプレイヤーも NPC も関係なく寄り添おうとしてくれるの、そういう人なの知らんかったそんなドライでプラグマチック、プラグマチックって初めて聞いた。何プラグマチックって、なんか語彙力すごくねみんな俺そんなボキャブラリーないんだけど。後が辛くなる、なんか知ってそうだよねこの IF のオリジナルキャラクターたち。モモモモローってどこ、マジでタオパイパイでしょ千打国国のカガチと申す男。カガチと申す男、カガチザサムライロードかな。何カガチザサムライロードと何仲、意気投合しちゃった、仲良くなってカオスカガチにはかなり苦しめられたな。あ、何これ10層じゃなくて何85層なのこれ。俺10層だと思ってた。10層のどこかな。あ、これ何修行かなんか。あ、リンファーさんね。あ、これでなんかあれか、お知らせ見た時に、なんかあらすじみたいなの載ってるけど、なんか勇気がさ、なんか物語の鍵っていうか、なんか勇気のさ、ストーリーみたいな感じっぽいじゃん。85層実装時の、なんかお知らせの一番上にあるさ、画像。85層実装みたいな画像、あれ勇気がなんか、でーんってでっかく出てたから。ウーシューってなんだ？所詮武術は殺法、ウーシューとて、その、殺法、一方何なんか、あれか、なんか必殺技的な、必ず殺す的なやつか。え、何これ倒れちゃったよ。みんな倒れてくじゃん、これ。やばいな。85層いるとみんなこれ倒れてくんじゃない、なんか疫病的なの流行ってんの。怖くね。今度は何友達の条件出ました。条件付きの友達。条件をこれ乗り越えなければ、友達とは呼べないそうです。こういう条件を乗り越えたらあなたを友達と認めますよと。アナスタシアさんどうした、病んでるどうした、病んでるな、すまないとか言い出して、なんか。やばいね、もう気まずいとか。うわ、なんか、バゴバゴバゴっつった。うわ、なんか喧嘩始まった。ネガティブパート入って、ネガキャン？うわ、なんか暴言の応酬なんかめっちゃ言ってんだけど。やべえよ、なんか乱闘、大乱闘始まった。暴術か？これ何？暴術って何？匂い棒とか使う感じのやつ？何？大乱闘、あ、何？痛くない。痛くない。甘ーい。くない。何これ？かばった？あ、何？腕を描くための大切な腕？腕を描くためじゃない腕を描くためじゃない絵を描くため。腕を描くための腕とか言っちゃった。何不要って。
お医者さんに見てもらってください。あ、リンファ老子ってさっきのあの音御年聞いたやつかあのすいません、いくつですかって。あれ結局これ何を目的にみんな動いてんだっけ。流して見てるから分かんなくなってきた。次はマップ左下の方ですね。ここら辺かな。鎖で囲った庭に木人が立っているのが目印。木人って何？この人が木人？勇気だよけど、みんな。え？木人？なんて読むの、マジで。このゲームなんて読むかわかんない字多すぎてわかんない。アナスタシアとかいう AI に対するお前たちの献身も。リンファとかいう AI に対しての。なんか言い方ムカつくな。このテュフォンとかいう AI のこの右の人名前なんだっけ。このなんか名前忘れちったこのテュフォンとかいう人の名前なんだっけ。名前なんか思い出せないですよねなんかやれやれだとか言ってよ。ないやれやれ系主人公のつもりか。なんかね、さっきのね、名前わかんない人にね、精神攻撃。あれじゃん、その物語をの鍵を握るさ、 IF オリジナルキャラ4人にさ、精神攻撃めっちゃ受けてんじゃん敵なの？味方なの？なんでそんな精神攻撃してくんの？勇気ドアップやねん。武術家だと思われてるよ。まあ、武術か。武術だよな、確かに。剣術？活人剣？何活人剣って。次はマップの真ん中ら辺ですね。ここ行きます。なんかこの世界の人たちも、あの NPC とかも、なんかちゃんとした人間として接するっていう設定じゃないですか。最初見たとき、ん？って思ったんですけど、まあ、だんだんね、見慣れてくとね、いつの間にかそういうもんなんだな、みたいな、なんかそういう感じになって、次はマップの左下の方ですね。なんか行ったり来たりして、だいたい同じところで、なんか目印の場所になってて、なんかシャトルランみたいな。何？いきなり服脱いだり。何？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 体が鉄に？え、どういう展開これ？シャンシン。武術において、この都に並ぶるものなし。と称されていた。すげえじゃん。もうなんかいかにさ、あの、ホアンっていう人がさ、すごいかっていうのは、いかに語るかの回想なの、これは。やばいって、お病院行かなきゃ。やばい、これ、あれじゃん、もう、あの、死亡フラグじゃん、もう。これを読んでいるということは、私はもうこの世にいないだろう、みたいな遺書が絶対どっかにあるでしょ、これ。大丈夫なのこれ。リンファは休んでよ。リンファいなくなったら、ユウキさんに教える人いなくなっちゃうんじゃないの ?85 層に。心配無用だって言ってるけどさ、いや、心配無用だって言われてさ、いや、もう、心配しかできないだろ、さっきなことあってさ。心配無用だわ、ちょっと無理がある。もはや私にできることはない。やばい、もう。やばい、小刀出してきた。百聞は一見にしかずじゃん。なんだっけ、あの、高校生の時漢文でやったな。にしかずって覚えたか気がする。何腕の皮が何腕の皮何魔導技術で何動くやつの。浮遊城の各層がって言ってけど、何アインクラッドについてよくご存知で。なんか名前長いな。アナスタシアスカルファロットディセルムブルグ。え、何これ、ナーシャって言ってる。何これ、ナーシャって61層フロアボスじゃないの？ナーシャって幼名なの？何あれ、何幼稚園生なの？61層フロアボスさん。どういうことなの？椿。いや、ビューティフォー。もうすっかり友達なようで。挨拶するたび友達増えるね。またタオパイパイに戻るんですかね。あ、何これ、探すって書いてあるけど、これマップに出てないってことはね、探し物のクエスト？もしかして。あ、あれか？あそこにあるぞ。マップのここだね。違うんかい。え？どこ？あ、ここにもある。これか？あ、見つけた。ここがタオタオロー。これがタオタオローなのね。モモマンはないんです。ないんかーい。ナーシャは全くの別人なんだって。ナーシャは61層フロアボスです。ナーシャザナインライフスネークです。
おかえり画伯。これ何、画伯の腕大丈夫になったの？81層フロアボスの同族かな。お人形さんみたいで画伯を口説き出した主人公、どういうこと。うわ、なんか煙、何これ、オーラなのこれ。煙だったじゃん。煙。あ、なんかクリアした。なんだ、なんか、何、なんだなんだなんだ、いきなり切りかかって、何、騙すって何、本当のウーシューを見せて欲しかったの。なんかいきなり人に切りかかるとか良くないと思うんですよね。ほこ止めって書いて何これ。虫を引き出したね。虫が引き出されたの？虫持ってんの？虫タイプ？昆虫属性なの？矛盾の無に止めるで虫って読むの？え、なん、ほこを止めると書いて部なんだ。どういうこと？活人剣。ほこ止め？ほこ止めでいいの？なんか、教えられないとか言ってる。何？教えてくれたっていいじゃない。何？堅実な方法？こんなものはもはや武術とは呼べ。かっこつけないで教えてくれよ。教えてあげなよ。違うよ。成功すれば敵だって無傷で救えるんだよ。成功すれば。あ、これで教えてくれるのか。こちら目印の場所に向かいます。あ、邪魔しに来た。無駄って言われた。こいつら邪魔しに来てるだけじゃね？なんかごちゃごちゃ言ってっけどさ。なんか邪魔しに来てるだけじゃん、なんか。要するに。なんか、めんどくさい人たちが勢揃いした、また。これなんか、4人揃って何々戦隊みたいな感じ、これもう。この4人組なんなん、これ。小賢しいねー。なんか目印の場所、ここばっかじゃね？ここ。なんか、ここが起点になってんの？よくわからんけど。ぐわっはー。めっちゃごほ言ってる。大丈夫か？生きてますか？出血状態かな？お！勇気の音楽になった。お！なんか、非奥義来た。ファイナルなんちゃらかんちゃらじゃね、これ。IF に非奥義が。なんかめっちゃ、何、眩しい。やめて。目が死んだ。すっごく強かったよ。びっくりしちゃった。何これ。メリダって誰？11撃目ってあれじゃん。マザーズロザリオじゃん。あ、何これ使ったの？マザーロザ。あれ、なんかリンファ倒れちゃった。やっぱり最後に残す言葉っぽくなってきた、また。あ、なんか、何これ。ここで生きたよってアニメのセリフ？お、クエストクリア。目印に入りまーす。ってどこ？あれ？あ、こっちか、こっち。85層迷宮前。あ、もうそろそろ、あれだね、ようやく来たね。長かったね。なんかさ、フロアボスがさ、めっちゃかっこいいんだよね、これ。武器がさ、シルエットだけでもめっちゃかっこよくて、なんか、一定以下の HP になると、2本の刀を使用するみたいな。これ何？矛を止めるさっきの技でなんかどうにかするのかな、勇気。まあ、ようわからんけど。え、待って、これさ、まだこのフロアでやってるじゃん、この城下町のやつ。こっちのさ、フロアにまだ行ってないじゃん、これどんだけ続くの。まあ、とりあえず、目印の場所に行きます。イーロン城っていうとこに、ウーロン茶みたいな感じだね。リズムがウーロン茶みたいな。急に顔が近いよ。出れた。確かに自分たちはデジタルデータかもしれない。まあ、だとしても、記憶の残骸だとしても、夢だとしても、そんなの関係ねえ。今見てるこれが現実だと。まあ、知らんがなって話よな。そんなこと言われてもさ、データだからなんだよって。これようやく次のフロア行くようですね。マップの右上になってますね、目印が。あ、なんかキョンシーみたいなのいる。何これ？怖っ。顔怖っ。いや、目がいっちゃってんじゃん、こいつら。変なカエルいるんだけど、怖っ。まあ、とりあえず、この、何、武帝の膝元っていう、膝下に行く感じですね。お、このマップなんかいいな。なんかこのマップ好きだわ、これ。これが迷宮区前ってことかな？あ、さっきのフロアなんかモブの集まりとかよく見てなかったけど、どうなんだろう？これ見た感じ、これ、斧ブンブン振り回していけっかな、ここ。ちょっといけそう？ここ、なんていうのあれ。あの、駅員有事をぶっ放して。あ、でも駅員有事を聞かないのかな？突飛だからな。とりあえずここが目印みたいなので進みます。あ、なんか急いでらしてる。綺麗なモンスター。いや、頭に直接響いてくるよとか言ってる。何？ご病気になった。大丈夫か？みんな患ってるもしかして。シャンシンザスークレットベース。読みず、シャンシンザセイクリッドビースト。読みづら。
シャンシンザシークレットビースト、これあれかな、シャンシンってやつがダンジョンボス的な立ち位置。なんかめっちゃ光線放ってくんだけど、なにこれ、あ、消えた消えた、なに、こう、なに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 、え、なに、これなに、あ、え、なに、あ、ブレイクするやつこれ、やば、大変なんだけどこれ、炎症か。とりあえず直剣モッドでもこれくらい削れたけど、ストーリーでこれしか削れないってさ、やばくね、大丈夫なんか、え、うわ、マヒた、なにこれ、マヒもくんの、確か85層ダンジョンって経験値インゴットのやつだっけ。倒した。まあ、ストーリーならね、普通に倒せるよね。あれ？このまま何？迷宮区行くの？このまま？このまま迷宮？お、なんかフロアが、城が、お、なんか黒豆さん来た。ボスの隠し玉が来ます。何の音？チュインチュイン言ってる。何これ？まだボスのさ、見た目とかそういう映像も出てきてないんですけど。ホワンザ・ハンドレッド・アームズ。お、マザローザ。素晴らしいね、ゆうきさん。攻略組全員で援護します。取れてる。あ、あー、死んだ。くそ。え、待って、何これ。え、小賢しいね、待って。あれだね、ちゃんとフロアボス戦の前にさ、そのクリスタル無効化空間とかさ、あの蘇生できませんよとか、そういうさ、注意書きちゃんと見なきゃダメだね。でもどの時点でさ、転移クリスタルをさ、アクティベートしておくかってすごい大事でさ、もうできる時にすぐやっとかないと、ああいう自然な流れで、そのダンジョンボス倒したとすぐなんか迷宮区まで行っちゃうみたいな、なんかそういうパターンもあるから、できる時にアクティベートしておきましょう、本当に。めっちゃ竹内さんがいっぱい、竹内じゃね、竹がいっぱいあるんですけど、まあ、とりあえず画面右上のこのね、転移比をアクティベートしまして、これで安心と。でこれでもう一回迷宮区に挑みます。こっち行き止まりなの。え、こっち左ルートから行かないとダメなの。だからいないのか、モブが。ここいないんですよね。もう一回来たから分かったことだ。もうね、めんどくさいからこれ移動に覚醒使っちゃいます。もう。ようやくね、ボス部屋の前までちょっとたどり着きました。お、なんかこれ門開くんだね。へぇー、なんかかっこいいね。85層。お、なんかカガチっぽい動きしますね。とすれば、これで、これがちょっと硬直長いから、この間に直剣モード、あ、弱えじゃん。こんなのにやられたの。もう倒した。ナーシャの話また始まった。ここ85層ですよ。ナーシャいませんよ。がー。あ、今何？鎧を壊したのね。何のことかと思って。っていうか、鎧、簡単に壊せんだね。倒したん？あ、犠牲者ゼロでクリアです。って思ったら、実は倒せてなかったとか、そういうオチじゃなくて。気を抜いたが最後とかじゃなくて。あ、なんかクリアした。あ、もしかしてこれ、ボスが終わっても、まだ続くみたいな。まあ、47層ストーリーでも、ボス倒した後になんか、ラフコフのストーリーがあったので、まあ、そういう感じだと思いますね。あ、スティラちゃんのスキレコ来た。ありがとうございます。スティラさんだ。これ最大だと800。あ、これ、でも最大でこれか。いやー、ありがとう。意外なポテンシャル。ってことは、これがスキレコ来るってことは、次のクエストで終わりかな？とりあえず目印の場所が目の前なので入ります。クリア達成感がすごいみたいだけど、喜びもつかの間。これ多分あれだな。リュールだな。ほら、リュールだ。うわー、めんどくせえ人たち来たねー。この4人戦隊。また0とか1とかめんどくさいこと言い出したねー。もうみんな病んでるでしょ、これ。荒ぶってんなー。ほら、怒った。怒らしちゃった。ふざけるなよ、とか言ってる。激おこです、リュールさん。やべ、めっちゃ煩ってるよ、これ。なんか病んでくると、どうしてだとか哲学的になってくるんだよ、だんだん。そのなんか突き詰めてって、結局、それってこういうことなんでしょうみたいな。0と1なんでしょうみたいな。哲学的になって、ほら、めっちゃ病んでる。何が違うんだ。病んでるよ。この人たちがそういうものだってことでしょ？リュールとかが。アルカナシステムの端末として、リトルアルカナの4人が、この方たちと。もう本物だと思っていい？ええんちゃう？ユイじゃないけど。あ、やっぱそうか、ユイみたいにデータ削除の処分が下るだろうとか言って、かやばき飛行、お前の思い通りになると思うなよってアニメでは言ってたけど、かやばじゃないんだよね、今やってんの。操ってんの。
でも IF だから茅場明彦じゃなくて竹内智彦なのかな。この IF っていうゲームのプロデューサーさんが竹内さんなので、竹内 P さんなので、一緒にゲームをプレイしたならもう友達だよ。マジで？一緒にゲームしたらみんな友達なの？マジで？それなって今それなって言ったよ、ルール。タイホじゃん。無様ですね。捕まってらしてるね。監禁生活というのは思っていた以上に退屈だ。なんかこうしてみると面白いね。このなんかおとなしくさ、腕さ、こうやって手錠かけられてさ、真顔でさ、なんかすげえシュールなんだけど、これ。アニメとかじゃ絶対見れないもんな。中華風という明確なコンセプトがありながら、アナスタシアなどという場違いの NPC が登場した。なんか突っ込み入れてんだけど、かやばさんが笑うんだけど、お前なりのユーモアかアピールか。やべえ、自分の作ったゲームだからさ、ちょっと怒ってんじゃねえ、なんか。なんかバカにしてるよね、ちょっと笑うんだけど。お、85層以降のあれじゃん、ヤシャインテグラルね、かっこいいね。なんか星みたいだね、これ。なんかヒトデマンみたいな。手裏剣メインクエストすべてクリア。これで終わりなのね。で、これパネルミッションなんかあるので、これが85層クリアで、あとは生産か購入2回でもらえると。今日はこのあたりで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。